なんか音がしてる。うん。ざまあ見ろ。下も見てみて。光ってる。そう。わっ、あ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 っ、さあ始まりました、ねばる君と納豆兄さんのゆっくりゲーム実況無音最終回になりそうねばよ。そうね、今日でもうクリアできると思うんでね、もう早速始めましょう。はい、じゃあ、はい、始めます。はい、はい、はい、あーもう早速怖いねば。じゃあ行きましょう、ラスト。時間がない、急いで調べなければ、何としても呪いを解く方法を見つけなきゃねば。そうね、何か手がかりを残していると信じて。そうね、これはじゃあユミさんが見させてる夢ってことねばかね。そうかもしんないね。そこの引き出しになければ、もう違うとこ行きましょう。あ、うん、懐中電灯が光ってる。あ、いいね、拾いましょう。じゃあ懐中電灯ちょっと調べてみようか。はい、よくよく調べて、よく調べて、下の方も。え、必要以上に調べる。あ、調べ、あ、何にもないし。何にもないね。なんだよね、知ってんのかと思っちゃうじゃん。定期的に納豆兄さんが言う。あ、照らして照らして。ネバール君が下がっちゃったよ今。ネバネバール君自身がさ、ビビっちゃって下がっちゃったんだけどね。じゃあお風呂行きます。うわー、壁にまで。うわー、すごいね。お風呂の中見れない？見れない。穴も。じゃああの鏡の方は？の下の方。あ、なんか。ほら。メロン、リンゴ、バナナ。メロン、リンゴ、バナナ。メリバ。うん。メロン、リンゴ、バナナ。よし、矢印。はい、じゃあ戻りましょう。で、今度トイレ行ってみましょう。これなんか置いてあった跡があった。あれ、なんか今おかしかったよね。あれ、このパターンなんか何回もやったら出てくるパターンねばか、ね、水流せない。もう一回水流せない。もう一回水流せない。2、え、なんか出てきた。2っていう数字が出てきたねば。え、2っていう数字。え、2っていう数字出てきた。2出てきた。2ね。ほら、じゃあ覚えとこう、2ね。よし、で、ほか下の方見れる。上の方も見れない。よし、2が消えた。うん、2が消えた。じゃあ覚えとこう、2ね。ここになんか置いてあった、リモコンみたいな。あ、封筒。封筒。え、じゃあ封筒見てみよう。なんか置いてある跡かと思ったら、私はこれで死にます。夫が憎かった。また出た、この人形に乗り移ってる田村玲子。うん、田村玲子さんね。私はこれ出てトイレで死んだの。なんだろうね、トイレの。じゃあトイレはちょっと見んだろうか。うん、トイレのお化けで、左は、左いいの、行かなくて。もう順々にやってった方がいい。あ、開けただけで。あ、ただかわいい猫ちゃんだったね。ね、猫ね、ね、めっちゃビビっちゃったねばよ。で、さっきのほら開かないみたいに言ってたとこ、開くかどうかちょっと見てみよう。これ。そこそこそこ。うん？なんだろう、ね。メロ。メロン。メリーメリーバ。関係ない。2は？2っていう数字は？2。まだわかんないね、これじゃね。メロン。じゃあここはちょっと次行きましょう。ローだから6で、それ関係ないから次行きましょう。
リンダンだから0、うん、次行きましょう。もしかしたらそうだったかもしれない。そこも左も入れる。なんか音がしてる、うん、ざまあ見ろ。下も見てみて、ちゃんと床もちゃんと見るんだよ。光ってる。そう。あ、そっか、武器じゃないからまあ攻撃できなかったね、バカ。はい、よく見ましょう、よく見ましょう。何か書いてある。うん、よく見ましょう。5。あれ。2の次は5。2と5。あともう一個だね、じゃあ。よし。ちょっとペース速くないね、バカ。いいよ、いいよ、いいよ、もっとどんどん来てほしい。どんどん来てほしいな。あー、やだよ。やめてね、まあ。精神ゲージが結構減ってるよ、もう。でもあんまりないんだよね、まあどうしよう。いや、でもこれ最後だから、もうここで死んじゃったらもったいない。ほら、今の金庫は？金庫じゃあ、あっち行ってみようか、あの首吊りの部屋。首吊りの部屋って、うん、名付け方が怖いね、バネ。こういってみよう、首吊り部屋。ここなんかあるかもしれない。あ、ない。首吊りの紐もなくなってるね。なくなってるね。一応見てみよう。いい加減にこれ登れないね、バカ。上も無理。じゃあここじゃないかな。奥もなさそう。ちょっとちょっと、怖い怖い怖い。電気消さないで。奥の方なんか行ってみよう。じゃあなんかあるかもしれない。スタンド。ん？スタンド？普通のスタンドねって言ってたから、なんかこれ後で使えるのかもしれない ね。右の方。あ、あ、なんだろうこれね。シャベル、鏡？鏡さっきあったでしょ。こけしもあった。こけし、バール、ゴミ袋、釘。殺した順番？わかんないな。うん。これは、あ、そうね。じゃあ一回出てみよう。なるほどね。今のを覚えとけば必ずなんか出てくるよ。いや、ちょっとなんかいきなり謎解きめっちゃ増えてないね、バカ。最後だからね。じゃあここの右の部屋行ってみよう。右の部屋、そこそこ。よく待って、そっちじゃないよ、開けんの。何回やってんのにもう。そういうところあるねばよ。机の下。じゃあやっぱどっかに数字が書いてあるね、もう一個ね。じゃあちょっと違うとこ行ってみようか。どこだろうね。玄関の行ってみる。あ、電話が鳴ってる。あ、電話出よ。出たら終わり。いや違う違う、電話だから。目覚ましじゃないから。電話電話。なんかゲージが減ってる。本当は電話出ないとすぐ。ほら、そっち、それ目覚まし時計だから。電話電話電話出て。止まったね。うん。なんで電話にビビって精神ゲージ落としてるの。え、玄関の方見てみよう。玄関で、玄関のあたり見てみよう。もうちょっと近づいて、なんかどっかに数字を探そう。2個出てきたからね、2と5が。カレンダー、もう 1。 どこ。あ、1。あ、これで3つ揃ったね。2と5と1。うん。で、色が全部ついてたね。メロンの色じゃない今。ああ、確かに1がメロン。そう。で、2は何色だった？ 2 は赤？赤じゃない。どこに行けばいいんだっけ、次。そしたらもうほら、3つ数字を入れれるところがあったね。その前に、あの、ほら、メロンのやつ見てみようよ。風呂の中で、もう1回。
メリゴだよ、メリゴ。じゃあメロンだからメロンが、だから一番最初1だね。見えなくなっちゃった。あ、じゃあ一番最初が1ってことじゃない。じゃあ懐中電灯で、そうだね、懐中電灯で照らしてみよう。あ、メロンが1番でリンゴが2番、2番でバナナが5番。じゃあ1、2、5、じゃあ開けに行ってみよう。1、2、5、ここだったっけ。うん、そこだね。うん、メロンが2、2、2、いや、もういいよそれ、許さないって。何回言うんだね。あ、なんか、あ、あ、廊下の9437、机の鍵だ。やった、机あったじゃん、あのずっと返しちゃった。また電話だ、また電話。忙しいね今日は。そうね、ここショートカットしていっちゃうね。ここじゃないの。違うよ、机の鍵だっつってんの。あ、9437、いいね。あれ金庫開くんじゃない？あ、でもダメだね。机ってどこだ？ほら廊下のあの玄関の手前の。ああ、そこね。もうそっちから入れないんだね、じゃあね。開かなくなってる。じゃあ遠回りしないとダメだ。なんでね、バカ。じゃあそっちから出て、そっちから出てぐるっと回りましょう。ああ、楽しみだね、机の中。ここね。うん。とうとう来たね。やっと開くじゃん。あー、やっと開いたね。さあ、何が入ってるでしょうか。なんか入ってる。なんだ入ってる。田村夫婦の写真。写真。どんな顔してんだろうね、田村さん。裏に死ぬ前にあなたからもらった一番大切なものを庭の木の下に埋めます。庭の木の下。庭出れる？さすがに出れないか。写真見れないね、バカ。ね。で、ここね、バカ。ね、やっと金庫行けんじゃない？行けないし。金庫行けない。ああ、金庫行けないか。あれ、じゃあ何の鍵なんだったっけねば。ねえ。なんだろう。あれ？じゃあトイレ行ってみよう、トイレ。トイレとお風呂だね。もう変わんないか。こっこら辺から難しくなってくんね、ちょっと。じゃあやっぱあの絵柄だよね。ほら、あのさっきの上の首吊り、さっきの首吊り部屋の、あの首吊り部屋。あ、じゃあちょっとここ台所見てみて。台所で冷蔵庫のあたり見てみて。ちょっと冷蔵庫の方行ってみて。なんかそこら辺にあったような気したら。あ、なんかあった。ほら、これさっきもいっぱいあったねば。これこれ覚えるの、それともなんかメモできんの。これは覚えるしかねえな、これ。でも包丁が1でしょ。で、ガソリンが2。ガソリンが2。こけしが3。こけし3で、わら人形、わが6、ゴミに、ゴミ袋5が7。5が7とかわけわかんなくて、ゴミ袋が7。5が7、4が8、シャベルが8だからややこしくなっちゃう。数字っぽく言わないでねば。ロが9だから6っぽくなっちゃうから。ろうそくが9で、鏡が0。あ、書いた書いた。最後はちょっと数字っぽく見えなかったねばね。よし、じゃあさっきのさ、押しに行こうよ。ちょっとここら辺首吊りで、この絵とかも。絵はダメだよ、絵広告入っちゃうから。あ、そうだったねば。よし、開けて首吊り絵で。え、ここら辺だったかな。うん、なんか変な音しないねば。まず包丁が1。包丁が1で、次こけし違うねば。いや、もう一回。ガソリンが2。うん、もう押しちゃってるよ、なんか。え、じゃあもう一回。包丁が 1、ガソリンが 2、こけしが3。こけしが3
で、こっからもわかんないんだよ。釘が4。釘が4。で、バール。バールが5。5。で、和菓子が。わら人形。わら人形が6。で、5が7。ゴミね。あ、ゴミが。5が7とかややこしいんだね、ばよ。で、シャベルが8。8。ろうそくが9。鏡が0。で、終わり。え？ダメ？最後鏡しっかり押せてなかったパターンかもしれない。でも、もしかして鏡が、いや、1からだよね、でもね。ああ、0からってこと？一回。ああ、鏡が0だからやんなくていいとか。じゃあ0からいってみようか。で、0。で、包丁。包丁、ガソリン、後継紙、釘、バール、わら人形、わら人形、ゴミ、ゴミ、シャベル、ろうそく。あれ？もう一回ちょっと行ってみていい？さっきの冷蔵庫のとこもう一回行ってみようか。もしかしてメモ間違い？そんなことないでしょねば。いや、ほら例の仕業っていうのもあるからね。じゃあ脳の退化の仕業ねばよ。あれたどり着かないねば。逆だよ、逆。逆来ちゃった。もう一回そこ見てみようか。1が包丁。包丁、ガソリン、こけし、釘、バール、わら人形、ゴミ、シャベル、ろうそく。ろうそく。で、最後鏡。間違いないよね。もしかしてでもこの中で決まった数字を並べなきゃいけないっていう。あ、さっきの鍵。鍵。そっか。鍵の数字を入れるだけでいいんじゃないねばか。そういうことだ。そういうことだったねばか。9438。9437。9478。あれ9438？ 37。いや、鍵見なさいよちょっと。ここ9437って書いて鍵があるんだね。あ、本当だ。じゃあ行ってみましょう。その順番に押せばいいだけだったんだね。そうね。9が9はろうそく。ろうそく。4が釘。釘。3はこけし。こけし。7はゴミ。ゴミ。で、これでいいんじゃないねば。やったねばよ。やったね。やったねばよ。やった。人形鑑定書だって。やった。これで鑑定書ついてれば売れるもんね、高くね。そういうことじゃないよ。正体、人形の正体が分かる。サイズ。市松人形。市松人形。制作者情報。え？自分で作ったねバカ。怖い。え？自分で自分の人形、呪いの人形を作ったってこと？自分で鑑定書も作ったの？そう。人形職人ってこと？そう。じゃない限り、結構マメな人ねば ね、 そうだね。呪いのためにわざわざ作った人形をわざわざ鑑定書まで作っちゃうんだからねば、すごいね。几帳面でしっかりした方だ。よし、じゃあこれで。でもだいぶ進んだんじゃないねば、これね。ただもうこれいけいけ。あ、もうゲージがやばい。ゲージがもうやばい。あ、まがあ、まだ2つあった、よかった。いや、回復ゲージ回復使えないんだよねば、なぜか。え、回復しますかって。ま、あ、ほら、マガタマ0になっちゃった。戻る。もうこれ多分回復してるよ、もう多分。閉じる。してないんだ、ほらねば。まずいね、これは。これクリアできなかったら終わっちゃう。終わっちゃうよ。じゃあこれで、あとあの金庫行ってみよう。金庫ちょっと走ろう。やばいやばいやばい。じゃあ金庫開けよ、金庫。これ金庫、左側に金庫ある。この辺でもどうやって触って、マガタママガタマ見つけた。ほら、だからほら、あれさ、自分マガタマ使っちゃったから、ほら、あのパズル。ああ、怖い。ここでこれは、これかなりギリギリの。いや、もうあと1回出てきたらじゃあ終わりねばか。うん、減った。
かった。違ったね。お、どこ行ってみる？そこ空いたから玄関。来た瞬間にパチンってやっつければ。そうね。玄関の方行ってみよう。常にこう触りながら。出てきてからで大丈夫？なぜなぜ知ってやんだよ。イコイコしてあげる。あ、やった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 。あ、やった。よし、はい、ゲージ回復。あ、よかったね。あれ、されてないね。ダメ。所持数1個。2で精神ゲージ全開。なんでだよね。あと1個で。今まで1個ではなかったね、バカ。ね、クリアできる？これ最終日だけど、あれ？いける？でもまだ謎解いてないよね。一回行ってみる？行っちゃうだって死んじゃうんだから。まだあと1日あるかもしれない。無駄にできないねばよ。いろいろ解決方法？全然わかんない。まずいね。早かったね、やっぱり。呪いの元凶の解決方法は、ありがとうとかって言ってたけど知らないよ。当時の状況を再現して祈る。これどっちもヒント来てないから。これ大体だけど、大体だけど当時の状況を再現してあげたりとかそういうことで、溜まってたトラウマとかそういうものを解放させることができる。じゃあそれ選んでみて。ただ答えがなぜか2つしかないんだけどね。確かにね。いつも3つあるのに。何も起きない。おこ起きないよ。わからないままだ。日々から早く抜け出したい。その時だったら。ちょっとちょっと。やっつけらんないよ。あれ、終わっちゃったねばよ。72%。延長コードを使用して物置部屋に明かりを灯そう。72。残念でしたね。いやでも頑張ったねばね、本当に。もうこれはこれで終わりなんで、みんなにもうクリアを託すしかないね。もう今ネバール君がもう人形になってみんなにこうその思いを託してるネバだから。怖いね。頼んだよみんな、みんなそうしないとみんなの夢に出てきちゃうネバよ。今の感じでもう70何%だ、72%だもんね。100% 目指してみんな頑張りましょう。頑張ってねば、これ結構大変ねばね、もう何日もかかるねばだから。そう、これ今のがだからやっぱり最終日で、ここでもうもっとヒント集めないとダメだったね。クリアしてからやっぱ最終日はあの目覚ましを押さなきゃいけなかったね。そう、いけなかったってことです。わかりました。でもまあどっちにしろあと1回誰か出てきたらやられちゃってたかもしれないねば。そうね。いやー、なかなか難しかったね。でもまあもう二度とやりたくないけど、まあやってからやって終わってから言うと、まあなかなか面白いゲームだったねばね。そうね、面白かったよ。これ面白いでしょ。まあ二度とやりたくないけど面白かったんじゃないねばか。私これこのバッドエンド3回ぐらいやってますからね。また一からやり直してね。じゃあ何週間かやったってことね。そうね、あの多分5日ぐらいかけたかもしれないね。怖いねばよ。こうやって広がっていくねばね、こういう呪いのアプリっていうのは、ね、じゃあまた今度ね、みんな頑張ってねばよ。頑張ってくださいね。ネバーギブアップネバー。バイバイネバー。また別のなんかゲームの紹介するかもしれないねばね。また怖いゲーム持ってくるね。見てくれてありがなっとうネバー。